動画は、朝までに起きた重要な米経済イベントをはじめ、主要な金融ニュースをいろいろ取り上げるわ。解説は霊夢。質問などのツッコミはマリサね。引用はニャス姫。10分から12分程度の時間で簡潔にまとめていくわよ。おう、みんな、よろしくだぜ。では、ニャス姫、今回の話題をお願いね。今回は、米経済指標はお休みよ。ああ、今日もないのか。明日はいろいろあるんだけど、でも、米市場が開いてるから。金融ニュースを、見ていくわよ。マリサ、悪いニュース。さらに悪いニュース。どっちから聞きたい？なんだよ。その二択は。どうせ聞くなら悪いニュースでいいぞ。では、ニャス姫、読んで。セントルイス連銀総裁、今年あと2回の利上げがあるだろう。米セントルイス連銀のブラード総裁は22日。インフレ鎮静化のために、連邦公開市場委員会 FOMC は、今年あと2回利上げを余儀なくされるだろうと述べた。インフレに十分な下押し圧力を与え、物価上昇率をタイムリーに目標水準に押し戻すためには、政策金利を引き上げざるを得なくなるだろうと思うと。ブラード総裁は、フロリダ州フォートローダーデールで開かれたイベントで発言。今年は、あと2回の行動を考えている。具体的にいつになるかは、わからないが、遅いよりは早い方が良いと、これまでにたびたび提唱してきたと話した。FOMC が3月22日に発表した参加者の経済金利予測では、政策金利の予想中央値は2023年末時点で 5.1% だった。金利は今月、すでにこの水準に達した。FOMC は6月に新たな予測を発表する。3月の予測は、米経済がほとんど成長せず、インフレ率が急速に低下する状況に基づいていたが、実際には成長は非常に強く、物価圧力は期待されていたほど急速に緩まなかったとブラード総裁は指摘。だからこそ FOMC は金利を引き上げる必要があり、失業率が1960年代以来の低さにある今の環境は行動する好機だと主張した。労働市場が非常に好ましい状況にあるのは、インフレと戦い目標水準に戻すのには非常に都合が良いとし、この問題を片付けて1970年代の二の舞にならないようにするべきだと促した。ニュースは以上よ。おい、6月に凍結の流れじゃなかったのか。なんで2回に増えてるんだよ。 FRB は市場予想よりも労働市場のタイト化がこのまま維持されるのを恐れてるわ。特に失業率が低いのは5月の統計でも出てきたわよね。4月の非農業部門雇用者数の予想は 17.9 万人だったけど、実際は 25.3 万人だったわ。4月の米失業率も予想は 3.6% だったけど、実際は 3.4% よ。この2つだけ見ても、労働市場のタイト化がよくわかるわよ。失業者が高いままだと、雇用維持されているので、賃金上昇も高止まり。インフレが抑制できないってことだよな。そうよ。利上げして景気後退させても失業者を増やさないと、インフレ退治できないわ。4月の米消費者物価指数は 4.9%。目標の 2% までまだまだ高いわ。あと、ブラード総裁以外にも連銀総裁の、発言があるわ。米ミネアポリス地区連銀の、カシュカリ総裁は、6月の連邦公開市場委員会 FOMC で、利上げ、もしくは据え置きのいずれに賛成するかは僅差という認識を、示したわ。ミネアポリスのカシュカリ総裁は今年の投票権を持つ総裁よ。つまり、利上げするか、しないかは 50B% ずつってことね。しかも、彼はこんなこと述べているわ。カシュカリ氏は米 CNBC テレビで、今のところ6月にもう一回引き上げるか、一旦停止するかは5分5分と、思うとし。私にとって重要なのは、6月に一回停止したとしても、それで終わりという合図を出さないことだと、語ったわ。ええ、
6月に凍結しても、まだ利上げする可能性があるのか。そうよ。市場で割り上げ止まったら、もう、凍結維持か、利下げだと見ているけど。当たり前だけどインフレ抑制できないなら、さらに利上げする可能性を投票権を持つ本人から示唆されたわ。6月の凍結だったからと安心なんてできないってことよ。どんどん雲行きが怪しくなってるのは気のせいか。彼が気にしてるのはサービスインフレね。政策金利を 6% 強にするとか、しないとか。いやいや、さすがにそうなったら韓国さん、やばいだろう。そうね。ジンボルトも米金利 6% 強の展開は予測してなかったわ。米韓金利差はさらに拡大するなら、韓銀も利上げせざるを得ないわ。円もこれを受けて138円になったわ。韓国ウォンはどうなんだ？今朝は1311ウォンね。意外と効かないじゃないか。むしろ、ひたすら介入して押し戻しているとしか。なぜなら、米韓金利差拡大はウォン安になるサプライズニュースだから。だよなぁ。それで、米債務上限交渉はどうなんだ？鍵を握るマッカーシー米下院議長が、債務上限交渉に、楽観的ではないと述べたわ。おい、状況がさらにひどいじゃないか。ええ、これがもっと悪いニュースよ。本当、数日で状況が変わりすぎよ。これはダウもダメそうだな。ダウは前週末比140ドル5セント0.4% 安の、33,286 ドル58セントで、終えたわ。やはり下がったか。140ドルか。でも、今回は米債務上限交渉を見極めたい動きで。下がってはいるけど、まだ方向性が見えてないわ。日経を読んでおくと。ダウ平均の構成銘柄では、スポーツ用品のナイキ。日用品のプロクター、&キャンブル P&G。 飲料のコカ、コーラが下げた。反面、工業製品、事務用品の 3M3M。 半導体のインテル、クレジットカードのアメリカン、エキスプレスが上昇したそうよ。確かに 3M は 2.71%、 アメリカンエキスプレスは 1.67% と上昇しているわ。あと、ナスダックではアルファベットクラス、Google 先生と、テスラが高いわ。テスラは 4.85% と大幅上昇よ。ナスダックは前週末比 62.879ポイント 0.5% 高の 12,720.776 で終えたわ。ナスダックは調子がいいわね。ハイテク株は好調ってことかしら。では、少し巻いて朝の注目、ニュースを見ていくわよ。ニャス姫、お願い。中国、習指導部に不吉な前兆。地方財政悪化進む恐れ、住民の不満噴出。中国東北部の黒竜江省鶴岡市が前例のない財政再建を強いられてからの苦闘は、習近平指導部にとって不吉な兆しだ。重債務の他の地方政府も鶴岡に続く可能性がある。ロシアとの国境付近に位置する人口100万人近い炭鉱都市鶴岡をめぐる報道が約1年半前になされた際、同市は財政収入の倍を超える債務を抱えていた。国務院が2016年に県や省、直轄市、自治区など地方政府が債務リスクにどう対処すべきかという規定を公表してから、公式に緊急措置を講じた初めての都市となったのが鶴岡だ。緊縮財政の矢面に立たされているのが住民たちだ。取材のため鶴岡を最近訪れると、地元の人々は凍てつく冬のような寒さの中、室内の暖房が十分でないと不満を漏らし、タクシー運転手は交通違反の罰金処分が増えたと述べた。公立学校の教師は噂される人員削減を心配し、道路清掃員は2ヶ月遅れの給与支給に耐えている。被災大の病院の外ではマスクをした中年の職員が、労働契約が一方的に変えられたと明かした。公的医療機関から第三者の業者に雇用主が変わり、
休日出勤による残業代などの手当が減らされ、昨年終盤から彼女の月給1600元約3万1300円は毎月10日以上遅れて支払われる。憤慨しているというこの女性は、何もかもが高い、1日3食を食べるのがやっとだと匿名を条件に打ち明けた。地方政府を圧迫する債務問題は今後何年にもわたり中国経済の足を引っ張り続ける恐れがあり、ツルコウは氷山の一角に過ぎない。投資家はこの問題に一段と神経質になっており、ゴールドマン・サックスグループは翔也氏が設立した数千の資金調達事業体の隠れ借金も含め、中国の政府債務総額は約23兆ドル約3170兆円と試算している。あと省略よ、3170兆円だと。おい霊夢、どういう金額だよ。もう桁が多すぎてわけわからないわ。中国政府も韓国と同じように借金して成長してきたってことね。結局将来のリソースを急激に食いつぶし、韓国と同じ道をたどるわ。中国だし借金なんてなかったことにすればいいだろう。それをやればジンバブエ一直線よ。外資が逃げたら終わりよ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。